大須演芸場は愛知県名古屋市中区大須二丁目にある寄席、劇場。大須観音のすぐそばにある。中京圏で唯一の寄席として知られる。落語や色物などを毎日上演する常設の寄席である。木造の2階建てで1階は椅子、2階は座敷席となっている。戦後の名古屋でほぼ唯一の常打ちの寄席だった。名古屋に限らず中京地区唯一の寄せで、 落語、漫才、手品、浪曲などの演芸や、年2回のロック歌舞伎スーパー一座による公演が行われ、大須大道町人祭の会場としても使われていた。座席数は2014年までは1回、約150席、2回、約80席の計250席だったが、2015年の再オープン後は1回、131席、2回、48席の、 百1 7 9席に減少した。ビートたけしやあかしやサンマラがまだ売れない駆け出し時代に出演している。客が少ないことでも有名で、客が一人しかいない中で上演されることもあった。常に経営難で、大須演芸場の苦境を知って、古今帝新潮が独演会を開いて応援するなど、救いの手を差し伸べる人々によって、閉鎖の危機を乗り越えたことでも知られる。 2015年9月22日、一般社団法人として、リニューアル会場し、毎月1日から10日の定席のみ寄せを開催し、残りの11日末日は、貸席として演芸に関する催し物、非公開の企業セミナーなどとしても利用が可能。2019年6月定席を7日に短縮。旧オース演芸場パノラマ撮影前進は、 大正期から同地とその南側までの一区画にあった映画と演劇の中規模劇場だった港座。戦後の1947年に再開されてからはストリップ劇場になり、1957年からの日本映画を上映する大須劇場を経て、最後はストリップ劇場の港ミュージックとなっていた。ストリップの合間にはコントが上演されていた。この港座時代に、 小屋コントの台本を書くスタッフとして住み込みで働いていた中には後に脚本家となる山田忍がいた。1963年に港座が閉館して建物の半分は取り壊され残った楽屋部分を改築し1965年10月1日に落語とコントと漫才を上演する寄せとして樋口紀美子を席邸に大須演芸場がオープンした。 ストリップ小屋の経営者の夫が死んだことが、きっかけの衣替えだった。戦前の名古屋には、多数の演芸場があったが空襲によって消失し、戦後は1948年から1961年まで、名谷橋の富士。会館当初は、三遊亭演唱、柳屋子さん、さん、笑い亭夢楽、横山康史、西川清コント55号。 チャンバラトリオなど著名な落語家や人気芸人が出演。会場当初は31日には演芸よ一へという落語会を開催していた。1966年7月21日からはレギュラーの中継録画番組東西お笑いおす寄せの放送が名古屋テレビでスタート。1967年に1月からは東西デラックス寄せの番組名となり、 1968年8月から司会が東京に京都から宇都カ河パ、今宮恵比寿に交代。日曜日の午後に放送されていた。会場して数年は毎月大入り袋が出る大盛況ぶりで、これに刺激されてオースが会場した。翌年の1966年には中村国、中村演芸場が今池には今池演芸ホールが会場したが、 中村は半年で、今池は約20日間で閉鎖した。1967年に1月には、地元の資産家が近くに新たに、定員234名のシネラマ演芸場を開設したことから、危機感を抱いた樋口は芸人を拘束して、出演機会を増やし、シネラマへ出演できなくしようと、新たな演芸場を開設した。1967年3月1日に、 名古屋市中川区のお頭橋に誕生したお白演芸場がその姉妹館である。しかし、立地条件の悪さから定員140名のお白は集客がうまくいかず、上打ちをやめて、同年6月から全市定席の日曜予選にし、最終的には9月で閉館になった。シネラマ演芸場を6月限りで閉鎖に追い込むことには成功したが、 おか演芸場の失敗で赤字を抱え、大津演芸場の資金繰りにまで急するようになった。そして大津演芸場は再び、名古屋唯一の上内ちの寄せになった。樋口きみ子の後を継いで1973年11月1日より、石帝となったのが、以後40年以上にわたって、石帝を務めた名古屋市中区出身の足立秀夫である。足立は、 大阪の不動産業で財産を築き、生来の寄せ付きから芸能プロダクションも経営していた人物であった。樋口から依頼で不動産会社と芸能プロダクションを占め、運営資金として1億円を用意し、名古屋へ戻って経営を引き継いだ。大須演芸場の地権者は、大須観音で営業権を取得した足立は、 建物も購入しようとしたが、前の経営者による税金滞納のため国、県、市や金融業者から差し押さえられていることが判明したために購入は断念し、建物は賃貸で運営していくことにした。足立が赤底になった当初は運営資金に余裕もあったことから、東西の人気芸人を呼んで繁盛していたが、その出演料が高額であったことに加え、 大勢のスタッフを雇っていたためにその人件費の負担も大きかった。法米経営、どんぶり勘定で赤字の工業、ギャラの高い有名芸人も呼ぶことが難しくなりギャラの安い芸人や新人芸人しか呼べなくなった結果、客席には観光庁が泣くようになった。この時代には後に有名になった芸人が若手時代に出演しており、 漫才コンビの B&B が1972年にここで初舞台を踏んだ。2B とはこのオース演芸場からの出演依頼がきっかけとなって誕生した。当初は B と清が他の相方とコンビを組んで出演する予定だったが立ち消えとなったため急遽誘ったのが B と武志であった。B と岳志は下積み時代にオス演芸場で経験した思い出話を語ることが ある。楽屋化粧前の台の裏側には1975年に書かれたであろうアカシアさんまの落書きがあり、そこには、今日も、客なし明日はと書かれている。なお、当時のツービートのギャラは二人合わせて1日4000円、アカシアさんまのギャラは1日1000円であったという。この他にも、泉ピンコ、小福亭鶴らが新人時代に出演した。 アダチが経営を引き継いだ2年後の1975年に、ついに資金が底をつき、以後は入出して、運営資金を捻出していた。1978年頃にはそのしちぐさもなくなって、金融業者から借金するようになった。1978年6月には、借金2000万円で、経営難が報じられた。翌月には事実上倒産したとされて、 大津商店街の商店主らを中心に新会社を設立して名古屋演芸場として再発足することで話がまとまりかけたが最終的には流れた。打開策として芸人のギャラを削減するため1978年8月1日より売り上げに応じてギャラを配分する割工業のスタイルを取った。対外的には赤底のあだちが資金繰りのため 行方知れずで不在とし、芸人たちによる自主興業という形で危機をアピールして、マスコミの注目を集めたが、実際には、石底の足立が裏で全てを仕切っていた。表向きに興業師として表に出ていたのは吉本、新喜劇出身のコメディアン奥津義蔵で、奥津のつてで、藤田誠やリックミネが自主興業時代に友情出演した。その後、 1979年頃からの漫才ブームで、一息つくも1981年後半から、再び客足が落ち、1983年8月から、芸人の自主工業の形の割工業から、元の寄せ経営のスタイルに戻した。その後も、経営難の連続で、1985年には3年間の、家賃滞納で、最初の強制執行を受けた。この時は、 話し合いで9月1日より、未払いの家賃を毎日1万円払うことで合意して、営業を継続。中日新聞で、強制執行による閉鎖危機を大きく報じられ、強制執行にはマスコミが殺到。これが逆に宣伝となって、1986年の冬まで漫才ブーム以来の大入りが続き、そのおかげで借金を返済できた。同年には、東海テレビが支援に乗り出し、 2月26日から寄セを中継録画した名古屋爆笑寄セオース演芸場を毎月最終火曜日の深夜零0時30分から1時にレギュラーで放送した。1987年から再び1日の来客数が10名未満という観光庁状態に戻り、1990年代には東西の大物の行為の出演で球場を救われた。1990年からの10年間、 3日連続で、古今亭新潮は、格安の出演料で、独演会を引き受け、宮古町長も1993年からの3年間を、ノーギャラで出演した。特に新潮の独演会は、東京では行われないため、立ち見が出るほどの盛況で、東京在住の作家の小林信彦やエッセイストの中野緑はわざわざこのためだけに、泊りがけで、 名古屋に滞在するほどであった漫才コンビの正治敏恵、礼治も、1985年3月と1991年の2度に、渡って、大須演芸場を助けようと連日出演。新庁や町長と並んで、足立学教を救ってくれた恩人と呼ぶ存在である。正治敏恵は、2014年1月の閉鎖を知った時も、 大阪での舞台をキャンセルして、大須演芸場に駆けつけ10日間の正月工業に参加した。2000年になり、建物の所有者の負債を処理するため演芸場の建物は競売にかけられ、舞台美術を手掛ける地元企業が所有権を落札。新たな建物所有者とは、月額30万円の賃貸契約で営業が続いた。平日の客入れは10人程度前後で、 売上は1万円から2万円。芸人の出演料の3万円を支払うと赤字で、その穴埋めのために専属芸人の営業圧線や、石底自らの講演料等によって、工業収入の減少を補っていた。建物の所有者は、地権者に土地代を払いながら、大須園演芸場の家賃滞納に悩まされ続け、2011年には30万円の、賃貸料を20万円に値下げしたが、 芸人への支払いを優先して賃貸料は支払われず、滞納は改善されなかった。大谷川はかしこや事業では収益を確保できていながら、未払いを続けているとみて、強制執行の申し立てをし、2014年2月3日に建物明け渡しの強制執行がなされ、営業が終了した。石底の足立は、以後も同園芸場の住居部分に居住していたが、2月25日に、 近隣のマンションに引っ越したため、3月3日に正式に所有者に建物が引き渡された。営業終了翌日の2月4日に、高須勝次が石底のあだちに対する営業支援を表明するが、所有者側はそれを断り、5月初めまでに建物の現状確認を行った上で、耐震等の補強工事を行い、新たな石底を建てて、年内に、 新生園芸場の大二幕が開けられる状態にこぎつけたいとの意向を示し、新たな設定による営業再開に意欲を見せた。2015年6月最高顧問に初代林家三平の妻、海老中横を迎えて、同年9月22日に再オープンすると発表した。2015年9月には一般社団法人オ須ス園芸場を設立。 社団法人理事による合議制により園芸場を運営。代表理事は沢木隆夫。園芸場支配人は矢崎道也。2020年8月末に最高顧問の海老名加代子が高齢で運営での助言の必要もなくなったと判断試食を辞したことが9月に公表された。2021年4月、運営法人が建物の所有会社から 賃料の増額を求める訴訟を名古屋地裁に起こされたことが共同通信に報道された。演芸場側は新型コロナウイルス下で経営が苦しいとして減額を求め反訴。落語、極独落、モノマネなどの演芸を中心に休日には演歌も上演。毎月ごとに出演者、演目が入れ替えられ、出演者は月中でも交代することがあった。1から10日を 常席、11から20日を中席、21から30日を、下席とし、原則として10日間、同じ番組だが、出演者の都合によって変更する場合があった。開演は、平日が12時から2回公演、土日祝日は11時から3回公演。いずれも出演者は同じで、入れ替えなしの出入り自由。客入り具合で途中打ち切りもあり、3回公演の場合、 三回目に全員が出ない場合がある。一組の持ち時間はおよそ20分で、六組2時間が1公演の標準。1から2ヶ月に1度くらいの割で不定期で18次会演の夜席が行われていた。2008年までは7月には、スーパー一座のオースオペラを、12月にはオースシワスカブキを上演していた。毎年9月には、 落語芸術協会による芸協祭りが実施されて、浅草園芸ホールや新宿末広亭、また、テレビでおなじみのメンバーが出演していた。このほか、本公演以外に各種イベント会場として使用されることもあった。2006年の4、5月には今池の大衆演劇専門劇場閉鎖に伴い、賢屋となり、大衆演劇が上演された。落語、漫才、講談、 色物をメインとしている。定席寄せは毎月1から10日であったが、2019年6月から可視化による収入確保のため毎月1日から7日となった。毎月ごとの出演者、演目入れ替えは2014年2月以前を踏襲している。出演者は定席寄せ期間中でも交代することがある。番組編成は11時及び14時30分開演の2回公演が、 基本である。一時期お席期間中の金曜日のみ夜席が行われて3回公演となったこともあるが中止となった。出演者は1日同じだが1部と2部で出演順が変更になる場合がある。1組の持ち時間はおよそ15から20分、7組2時間30分が1公演の標準であり、2014年2月以前と比べて1組多く30分延長されている。 東京、落語協会、演学一門会、大阪に所属する落語家、芸人が招聘されることが多くなっているが、名古屋を拠点とする落語家、芸人も引き続き出演するなど、東西の枠にこだわらない編成となっている。地元名古屋芸人の出演枠は、原則二組用意されており、名古屋吉本所属芸人と、大須演芸場を、ホームグラウンドとする芸人、落語家が、 それぞれ一組ずつ出演する。ただし、落語協会、情報落語協会の襲名、昇進披露工業の場合は、名古屋吉本一組のみの出演となっていたが、2019年6月の四代目、三遊亭演歌襲名披露公演から、名古屋芸人も出演するようになっている。落語芸術協会は引き続き、芸協落語名古屋寄せを年収開花史跡で開催。 東京での新内昇進披露工業終了後に、名古屋での披露目をこの枠で随時行っている。なお、定席においては、落語芸術協会の所属の色物芸人は時折、出演がある。落語家は2018年9月に、春雨や風子が、定席初出演となった。落語立川流所属の落語家は、2018年7月、1から3日に、 立川隆史が主任として初出演した。また、落語会以外にもベテラン漫才師も主任を務めることがある。毎月8月日と、上席予席期間中の18時から21時30分までは、歌詞席としており、独演会や演劇、舞踊、コンサートにも開放される。また、変わった使い方としては2018年と2019年に、名古屋ルビー会議が開催。 発表者はめくりに寄せ文字で名前が書かれ、出林と共に講座に上がり、座布団に正座してプレゼンした。以前は、大須園芸場専属の落語家並びに、色物芸人が主に出演。東京や上方からも客演があった。現在は、東京、情報からの客演がメインとなっている。2015年9月以後現在、名古屋を拠点とし、定期的に、 オース演芸場に出演する落語家芸人。2014年2月以前かつてオース演芸場を拠点としていた落語家芸人。いずれも2019年3月現在。特別工業の場合などには変更あり。1980年12月から半年で5000円、1年で9000円の定期券が存在したが、2年ほどで廃止になった。ありがとうございます。